どうもこんにちは、ナッチでございます。今日アップデートが来まして変わりました。スペダンのねスコア機能がねなんか難しいらしいんだよね。結構難しいですって言われたんで頑張ってみようと思いますっていう動画ですね、今回はね。僕が昨日アップデートの詳細雑談動画で言ったように、ターディスにコットンかなんか詰めてゴリ押すことで勝てるんじゃないかっていう作戦なんですけど、そんなに甘くないですかね。挑むダンジョンはドンリュー、しかも木があります。いけるでしょね、さすがに僕はそう思うんですけど、なんか初見だと本当無理ですよみたいな言われたんで頑張ったろうと思います。とりあえずはね平積みしてねコンボ数を稼いでいくわけですが、このパーティーね、ターディスもコットンもめちゃくちゃレア度が高いわけではありませんし、スキル仕様で突破してるわけでもありませんし、火力もそこそこ出るし、コットンはドラゴンキラーにしたんでボスも刺さりますし、こいつか、あいつが耐えるって可能性はありますね。時間はあれだよね、耐性は確かあったはずなんで、彼が耐えるとめんどくさいか。まあでもそこをねコットンがねドラゴンキラーで貫通していくっていうのがこのパーティーなんで OK、 いけるでしょさすがに。まあ3色限定ってのもありますけど、ドンリューぐらいなら多少はね。逆にこれで無理だったらやばいよね。体力も6もあるから戦線もね大丈夫ですし、これ取れんかったらスコア機能やべえなってなるけど、さすがにこれはいけると思います。ってめっちゃ勝ち誇ってますけど実際どうなんですかね。平均だって13コンボぐらいいくんじゃないこれね。えもうやばいやばいやばい、今のでだいぶ伸びたよ。間違えた、いつもそこにターディスがいるんだ。落ち込みを自ら減らしてしまった。アルテミスパーティーのねそこにターディスがいてね、ちょいちょい間違えるんですね、いろんなパーティーで。倒せるよね、よし。まあハンデハンデ、今のはそういうことにしておきましょう。いや違うな、光の木の光だよな。あナイス、いや木1コンボでいける、あいつハガマルちゃんちょっと怪しいよね、コンボ吸収だもんな。さすがにやばいよな、3色限定ダンジョンでコンボ吸収しちゃうのやばいよな。なんか1コンボ損失しましたけど倒せるんではないでしょうか。ありがとうございます。いやこれはニジピーゲットよ。ニジピーの価値めっちゃ下がってない？ですよね。何万から S なのか知りませんけど S ランク、うわうまい、こんなセットがもらえちゃうっていう、ありがとうございます。あとなんかバレンタインも確かね、そうですよね、バレンタインとなるとまた話は変わってくるよな。バレンタインか、バレンタインもやってみます、やってみようかせっかくなら。そうですね、ネイとかいいんじゃないかな、あの操作時間がさ長いからさ、ネイに神がいっぱいいるんだよね、あそこはね、神キラーネイ、ネイにサブどうしよう、ダグザ、いやネイでいいよな、ネイのなんかサブ、なんかめんどくさいキャラいましたっけあそこって、特に思いつかなかったんでネイ2体でいきます。でこいつらにもちろんねあれをつけますよ、これ大事、これがあるとないではネイの火力はだいぶ変わりますからね。属性でネイちゃんネイちゃん、このネイちゃんで攻撃力順でオホイバンをアシスト、
で、その横の姉ちゃんだったよね。これか。この子ね。この子にまたつけて、で、OK かな。これもいけそうだ。これもね、欠損さえなければいけそう。こんだけで、レアリティが下がってくれるっていうのはありがたいですよね。操作時間は11秒。素晴らしい。これでゆっくりね、組んでいけばいいわけですから。そうね。ウェイにする必要も、いやでも一応ウェイにした方がいいかな。大丈夫か。余裕があったらって感じでいきましょう。ここの BGM 結構好きですね。一番好きなの北斗の拳なんですけど、意外でしょう。一番好きなね、パズドラの BGM 北斗の拳コラボなんですよね。なんか好きなんだよ、あそこ。その次ぐらいにこれ好きですね。なんとも言えないんだけどね。あー、そういうことする。そういうことしちゃう。待てよ、これは予想外。一応神ピアがあるとはいえ、ウェイは欲しかった気がする。どうでしょうか。 OK。 余裕じゃない？余裕な気がしてきたよ。ほんと欠損さえなければ。で、下で組んじゃって、ここ回復組んで闇ウェイにしていきましょう。大丈夫なはずです。お、いい盤面で、ボスですか。絶対取れたでしょこれ。いけますよこれ。そんなむずくないよ。 2GP めっちゃもらえますよ皆さん。スペダン来るたび 2GP もらえますよ。めっちゃ良くない？それなら僕もね、やろうかなって気分になりますもん。これはいい機能考えましたね、運営さんね。一度クリアしてしまったスペランでも、ニジピーとかね、宝玉欲しさにもう一回プレイすることができますので、いいと思います。おい。どっから S なのか分かんないからね、よっしゃーってのもあんまないんだけど、はい、S ランクです。ってことで、まあ、三色ダンジョンは、まあ、適当でもいけると思います。で、まあ、普通のダンジョンは、なるべく操作時間長いパーティーで、なるべくサブを抜いて、コンボたくさんするっていうね。昔のなんか読み屋の的な感じで、いいんじゃないのかなって思います。なんで、イディアルとか、あ、イディアルいいですね。イディアルとかそういうなんか、操作時間伸びて、まあ、欠損が若干怖い。まあ、欠損が怖いですけど、なるべくコンボとか、そういう系でね、やるといいと思います。って感じでした。はい、ぜひ皆さんもニジピーとかね、宝玉をゲットしてみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。